北国新聞ニュースをお伝えします金沢市は今年度、大学の茶道部に対し茶室の利用料を助成し、合宿の誘致を図ることにしました金沢市が今年9月に開催する全国学生大茶会の参加申し込みは41校からありましたが利用できる茶室が限られるため抽選で28校に絞りました このため、金沢市は、大茶会に申し込んだことのある大学を対象に、茶室の借り上げ料や冷暖房費を助成する方針を、昨日の市議会文教消防常任委員会で報告しました。この取り組みの補助率は2分の1で、金沢市は学生の合宿誘致に取り組む金沢文化スポーツコミッションと連携し、全国の大学茶道部に 茶の湯文化が根付く金沢での稽古を呼び掛けます全国学生大茶会は9月2日と3日の2日間旧中村邸や幸運庵、小東庵、椎の木芸品館など10の会場で開催され茶道を通じて学生同士の交流を深めますなおリレー茶会は今年度行われません 輪島市内の中高生が現代美術展輪島展を団体鑑賞し県内最高水準の力作から創作のヒントを学びました現代美術展の輪島展は今月15日から輪島筆芸美術館で始まり日本画洋画彫刻工芸書写真の6部門合わせて 71点の作品を紹介しています現代美術展の巡回展が輪島で開催されるのは1953年の第9回展以来70年ぶりで奥野戸では唯一の会場になります美術王国石川の魅力を伝える展覧会場には昨日、輪島高校、航空高校石川、門前中学校 和島中学校の4校から合わせておよそ70人の生徒が訪れ重鎮から新進作家までの力作をじっくりと見て回りました団体鑑賞した生徒たちは書道パフォーマンスの作品の背景に描く絵の参考になった花が立体的に見えるように描いていてすごいと思ったなどと話し創作へのヒントなどを学び取った様子でした。 現代美術展・和島展は今月23日まで開かれています。つばた町・つばた小学校の児童が運動会に向け、つばた温度の練習を行いました。つばた温度は地元の夏祭りなどで踊られてきましたが、新型コロナの影響で祭りなどの中止が続き、 つばた運動を踊ったことがない子どもが多くなっています1873年に創立されたつばた小学校は今年150周年を迎えることから地域の人たちとともに節目を盛り上げようと9月26日に予定する運動会で409人の児童全員でつばた運動を披露することにしました昨日の合同練習では つばた町福祉センターなどで踊りを教える森田美恵子さんが講師を務め子どもたちが月や太陽川の流れなどを表現したつばた温度の振り付けを確認しました練習に参加した4年生の男の子は初めて踊ったけどうまく踊れたもっと練習して本番では完璧にしたいと話していました練習風景は 動画にも収められ、児童は夏休み中に自分の家で動画を見ながら練習を重ねます。残暴七夕飾りが野見市の値上がり総合文化会館に登場し、3日後に迫った七夕祭りの開催ムードを高めています。60回を数える値上がり七夕祭りは、加賀立国と のみの地名誕生1200年を記念し今月22日と23日の2日間のみ市の値上がり総合文化会館で開催されます会場では昨日うのみ市商工会のおよそ50人が2期のジャンポ棚畑飾りを紐で引っ張り上げ設置しましたこの棚畑飾りは高さ18メートルの支柱に 直径およそ60センチのくす玉と吹き流しが88個ずつ取り付けられ祭りが終わる23日まで午後6時から10時までの間ライトアップされています野見市商工会副会長の秋田純子さんは祭りのシンボルである飾りの迫力を感じてほしいと話していました次も 祭りに向けた話題ですのの市ジョンカラ祭りのポスターが完成し公共施設などに掲げられましたのの市ジョンカラ祭りは今月29日と30日の2日間野のち市,市文化会館ホルテの周辺で4年ぶりに開催されますポスターのデザインには野のち市,市の観光物産協会が発行する PR 冊子 ののってののいちのキャラクターがジョンカラ節を踊る姿を採用しましたこの PR ポスターは700枚作られ公共施設や公民館、商店などに掲示されていますののいちジョンカラ祭りは29日に北陸アイドル部のライブやジョンカラ踊り大会が行われ30日はちびっこ水かけ泡祭りなどが予定されています ここまで、北国新聞ニュースをお伝えしました。